実況隊です、シティフットボールステーションに来てます。ここは選手たちがねこれから入るところなんですけど、一般の方はもちろん入れません。ちょっとスタジアムツアー行ってみましょう。てってけてー。今日ちょっと雨なんでね、あ、こんな、はい、雨が来ますけど、結構ねスタジアムの周りにいろんなものがありまして、はい、こちらサブグラウンドですね。天然芝です。素晴らしいグラウンドです。さあ、そして行ってみましょう。あ、すごい。オフィシャルショップ、晴れんのかね。あ、入れそうです。こんにちは。あ、撮影はよろしいでしょうか。23の実況隊ですが、はい、お邪魔します。はい、勝手に入っちゃいました。はい、シティさんのオフィシャルショップ、すごい、青山のブティックみたい。はい、ご覧になりますか。はい、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今一番推しは何ですか、商品的には。そうですね、はい、マスクが、マスク、あ、こちらの、ね、今日みんな、皆さんね、そうですね、あ、かっこいいマスク、ちょっと、はい、シティさんのマスクですね、はい、1,000円。はい、こういうタイプも、選手はこういうタイプをしてます。あ、これ首からかかるんですか。そうです、こう、なんて言うんだろう、うん、こう、こうしてかぶるような感じでね。そうです、はい、なんかもうマスクもどんどんとね、こうなんかアクセサリーみたいにね。そうですね、今可愛いとかも多いですからね、はい、ファッションアイテムになってきてますんで、はい、はい、皆さんサッカー場来るときはね、ぜひこういうのを着てね、つけてね、皆さん安全にスタジアム観戦してくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あと食べ物もありますよ、フード系なんか栃木って感じだな、レモン系とかねはい、岩下の新生姜、はい、はい、もう佐野といえばラーメンね、はい、すごいね、シティのオークリー代表ね、グルメですからね、はい、じゃあ次のところ行ってみましょう。ありがとうございました。はい、隣、今日ここは閉まってると思うんですけど、これ何なんだろうね、ストレングス、筋トレのルームですよ。これ今日閉まってます、はい、ちょっと窓から中覗いてみましょう。はい、選手たちここでねトレーニングするんですね。まあ筋肉が出来上がるわな。さあ、そしてリップオフィシャルコール、なんだろう、なんか事務所ですね、はい、普段でしたらねここでねフードドリンクとかありますので、お客さんが入ってる時はここでいろいろなねフードとか飲み物をね購入できると思います。さあ、じゃあちょっと垣間見ましょうね、スタジアムの中。おお、すごい、さあ皆さん、ここがシティフットボールステーションですよ。天然芝、素晴らしい。ね、今日ここでサッカーできる選手たち幸せだね、本当にね。はい、以上シティフットボールステーションの、ご紹介でした。ありがとうございました。